株式会社テレビ愛媛は愛媛県を放送対象地域としたテレビジョン放送事業を行っている特定地上機関放送事業者富士テレビ系列局開局当初から2004年9月までは愛媛放送株式会社が正式な社名であったまた当初よりテレビ愛媛の愛称で県民に親しまれてきたが2004年10月1日を もって愛称として使われてきたテレビ愛媛を正式社名とし、株式会社テレビ愛媛に称号を変更した。マスコットキャラクターは長年にわたり、妖精のキャラクターの集団が使用され、県民に親しまれてきた。後に誕生した先代、ビビットくんと並行して使われていた時期もあったが、社名変更直前の2004年7月をもって、使用を終了した。 現在のビビットくんは地上デジタル放送開始に合わせリニューアルされた2代目が使用されている。略称はイービシ、コールサインはジョエ DTV、キャッチコピーはビビット、イービシ。これとは別にきっかけはなど、フジテレビのキャッチコピーのフジテレビのところをイービシに変えて使う場合もある。2019年12月10日に開局50周年を迎え、 富士テレビ系列の四国地区で最初に開局した放送局でもある。愛媛県にはテレビ東京系列がないために在愛各局がテレビ東京の番組の一部を自社で放送している。テレビ愛媛本社や富士テレビ系列のリモコンキー ID 地図、リモコンキー ID8 行道産送信所企業、団体の名称、個人の肩書きは当時のもの。出展。 1978年3月31日、1992年3月31日、2003年3月31日、放送時間は2021年6月時点の、モノカコタ多数日本テレビ系、他 TBS 系多多数、テレビ朝日系多多数、テレビ東京系多多数、独立局現在男性女性男性女性。ありがとうございます。